ハレルヤ、皆さんお元気ですか。今回の聖書はローマ人への手紙12章の1節でございます。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。このあなた方の霊的な礼拝ですって最後にありましたね。この霊的な礼拝とありますが、この霊的なっていうのはロギコスっていうんですね、ギリシャ語で。でギリシャ語わかる、少しでわかる方は、あ、ロゴスと関係あるんじゃないと思うでしょ。その通り、ロゴスと関係あるんですね、ロギコスですから、わかります。だからこれはね、合理的なっていう意味なんです。理にかなった、本当のっていう意味ですね。合理的なっていう意味なんですよ。ロギコスっていうのは。でも、ね、合理的なっていう日本語にはちょっと悪い意味もありますからね。合理的にうまくやるとか。で、ロギコスは霊的なっていう意味もあるんですよ。スピリチュアルっていう意味があるんですね。まあ、だからこれは間違いではないんです。それこそあなた方の霊的な礼拝です。しかし、元このギリシャ語に近い訳であれば合理的ななんですよ。理にかなった礼拝です。本当の礼拝ですという意味ですね。でも合理的なんて言うと、さっき言ったように合理的にうまくやるみたいな悪い意味がありますから、霊的なでいいわけですけども、まあ、そういうので本当の礼拝です。それこそ本当の誠の礼拝です。理にかなった神様が求めた礼拝ですという意味ですね。じゃあ何本当の礼拝なんですか。12章の一節、そういうわけですから、兄弟たち、私はあなた神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた人のものとして捧げなさい。それこそ本当の礼拝です。つまり自分自身を捧げるってことが本当の礼拝なんですね。でこれはね、ずっと教会に行っている行動の礼拝に出てるとそうなるんです。初めからそうじゃないんですね。私なんかも名ばかりでしたからね。ただずっと行っててよかったですね。礼拝っていうのは毎週毎週日曜日ありますけど、ずっと行くってことはとても大事。これ人間の本分ですから、わかります。人間の本分は神礼拝することなんです。神を礼拝するために作られた、わかります。人間だけが神を礼拝するために作られて、それは人間の本分なんですね。でクリスチャンになる場合、神に逆らってきました。私たちは堕落したアダムの末ですから、神を礼拝するために作られたのに、なんとサタンの誘惑に敗れて神を捨ててそしてサタンに従ったアダムの末ですね。ですからサタン礼拝者なんですね。偶像礼拝者、生まれながらの我々は偶像礼拝者なんですよ。おぎゃって生まれた時は神背中を向けて生まれてきますからね。だらくした姿勢で、神礼拝しないで神でないも拝むんです。でもとにかく何か神として拝むんですね。ここは決定的な差な、動物との。動物は絶対そういうことしないです。わかります。人間だけが偶像を作るんですよ。わかります。神礼拝する、神を作って礼拝する、本当の礼拝じゃないんですよ。神様は背中を向けてますからね。でもクリスチャンになると本当の礼拝が始まるんですよ。まことの神への礼拝ですから、毎週毎週クリスチャンたちは行動の礼拝に参加しますが、とっても大事なことだ。ずっと続けて行動の礼拝に出るってことは人生でとても大事なことなんですね。ずっと礼拝してると真の礼拝者になるんですよ。私の場合はそうですね。私本当の名ばかりだったんですね。で前に明かしたように19歳からずっと教会に行ったんですが、そのわけはね、話しましたように、私は本当に野球に一生過ごそうと思うくらい野球に熱中してた。中学3年高校3年野球ばっかりやってましたね。で野球で一生過ごそうくらい、ね、熱を入れてたわけですけども、父は絶対許さないんですね。大学行け、もうとにかく男の子さんに全部大学にあるって決めてるんです、父はね。ですからお前は大学だって言うんでね、
受験勉強したんですよ。あの激しい練習急にやめてね、受験勉強したら体に来るぞって前にある先輩に言われてたんだけど、自分は大丈夫だと思ってやったらダメですね。もう寝汗が出たり微熱が出たりして変なんだってきましてね、ついに医者に行ったらね、おめえの体はだな、勉強する体だじゃないんだ、お前このまま勉強したら死ぬぞって言われてね、すぐやめろって言われて勉強やめて2年浪人したんですよ。と浪人生なんかいないですが、もう恥ずかしくてね、どん底ですよ。県で優勝して長身行列までやってもらった私がね、どん底生活ですね。もう人に会いたくないですよ。もう浪人なんかあんまいない時代、大学滑った就職した時代ですからね、今一浪二浪とか大きな顔してますから、当時いない時代かっこ悪くて人に会いたくないからね、つい逃げたんですね。福島県の郡山市を逃げて三重県の津まで行った。おじとおばがおりまして、まあ伊勢湾で海水浴もできるからとてもいいと思って逃げたんですね。熱心なクリスチャンだった、おじとおばが。それ教会だ教会だ、それで教会連れて帰ってね。だから19歳からずっと教会行ったら、そういう意味なんですな。わかります。それでね、教会だ教会だって連れて帰ったんですけれどもね、どんとこだったんでね、もう従っていきましたね。あのね、だから人はね、つまずくのも悪いことじゃないですな。それでね、謙遜になるんですよ、つまずくとね。それで、ジンクっつってね、毎週教会行った。しかし、それしかまたね、行くとこないんですよ、知らない人ばかりでね。で、教会行くと結局、子供たちいっぱいいますから。で、おじのおばがボーイスカート、ガールスカートやってましてね、隊員が全部来るんですよ、礼拝、日曜日の礼拝。それでね、もう200人も子供いますから、小学校みたいでしたね。で、私、子供好きなんで、教会の先生になりたくてね、牧師に頼んだんです。教会の先生してください。お前はダメだって言うんですね。なぜダメなんですか。洗礼受けてないと。受けてないのがダメなんだ。じゃあ、この次の洗礼式よろしくお願いしますってね。まだイエスも信じていないのにね、教会の先生になりたくて洗礼受けてたんですよ。本当の名ばかりですね。わかります?でも私はね、名ばかりでも、それからずっと教会行ったんですね。そのまま大学に入りました。ね。就職しました。でもね、日曜日は必ず礼拝に行きましたね。あの運動部だとね、日曜日試合あるでしょ。でも当時は友愛ってあったんですね。あの日本キリスト教団の長老派ですけども、長老派友愛ってありましてね、もう試合で行けない時はね、友愛に出るんですよ。それでもうできるだけ、それが子供好きなんで教学学校の先生になるんですけどもね、もうまた就職した後、名古屋になったんでね、あの働く場所が通から帰る、また通に行ったんですね。おじとおじおばのうちに居候して、あの会社に帰るようになったんですけど、とにかく毎週行ったんですよ。わかります？毎週礼拝行きましたね。これは良かったんですね、ずっと行ってた。急にね、あの十字架の意味が分かったんですよ。あのみんな祈ってくれたと思うんですけど、私名ばかり、明らかですからね。ですからそういうのでね、とにかく急に聖書を見たくなってね、前に話したようにもう近鉄1時間半でするから名古屋でずっと聖書を読んで、帰りも聖書を読んで帰るっていうのになったんです。急にね、毎週毎週礼拝出てたら急にそうなったんですよ。そしてね、三重県の通でしょ、名古屋から近鉄帰ってきて、で通信待って来て降りて、おじおばの家まで大体20分くらいかかるんですけども、道を歩いてるとき突然十字架が分かったんですね。前に話したのは、私は中1の時教会行ったことなんですね。これはもう日本が戦争に負けて食料事情が悪くなってね、何もない、遠くでさえも米のところでさえも、もう本当に食料事情悪くなって大変だったんですよ。で、教会で何かくれるって言うんですね。つまりアメリカは日本占領した時にダラブシやなんかを教会に送ったんですね。だから教会に行くと食料あったんですよ。それ教会何がくれるって言うんでね、それ行けって言って200人くらい行きました、中学生だけで。で、急にお前大変な大差しろって言われてね、僕はこれが毎週毎週教会に行くと来たいと思いますなんか言って、
次の週が行かなかったんだよ。まあ、その時はそのつもりだったんだけど、行くつもりだったんだけど、野球部に入っちゃったんですね。ちょっと行けなくなっちゃった。野球部っていうのは毎週試合ありますからね。まあ、そういうので、とにかくね、挨拶した後、分給ですね。20人くらい細かいグループに分けられて、どどって小さい部屋に入れられて、待ってたのは女の先生でね、今でも覚えてますよ。イエスも十字架にかかった恵比寿で、こう言ったんです。さあみんな、どうしてイエスも十字架にかかったのかね。それは僕たち、君たち、私たちの罪の責任を全部背負って、神様の刑罰を身代わりに受けたんですよ。ですからイエスは十字架の死は身代わりの死。だからどんな人でも、イエスを信じたら、全部罪許されて天国に入りますって言ったんですね。初めて福音を聞いたんですよ。これはいい話だ。よし、造成宗教を切りつけろだって決めた。ドンって福音が入ったんですね。でも次の日は行けなかったんですよ。でも福音のさんには口ないですね。19世紀がずっと教会行って、あれ名ばかりのクリスチャンでした。洗礼を受けてね。でもね、6年目に、洗礼6年目に、ね、この、十字架を思い出したんですよ。通信町という池に降りて暗い道を歩いて、うち、おじおばの家に帰る途中ですね。突然十字架を思い出した。考えてばっかりいたんですね。その聖書を読んでますからね、ずっと生き返り。なんでその神の御子って言われるのであんな十字架がかかったんだろう。なんで預けられて、蔑まれて。なんであんな目にあったのかな。と思った時に、中一の時で福音を思い出したの。身代わりの死だ。なるほど。イエスの信じたら救われて、そういうことなのか。分かった。イエスの十字架の死は身代わりの死だ。だから信じたら罪許されて天国行き。その福音を思い出したの。で、読み知って誰もいないもんでね。空を置いたら星が綺麗でしたね。昔日本はね、星空を置いて大きな声でね、周り誰もいないから、イエスも信じますって言ったんですね。で、ドーンと、いいとこってらバーンと水出たみたいにね。喜び、罪許されたっていう喜び、ジャンプしたと思うんだけど、覚えてないですね。踊るようにして、おじおばの家に帰ってきたんですね。それは精霊体験だって教えてくる人もいなかったですね。まあ、とにかく、おばがびっくりしてね、今でも覚えてますよ。目さらえるようになりましてね。お前どうなったの？どうなったの？我々、嬉しくて嬉しくて、罪許されたってね。それでね、こんなに福音って素晴らしければ、よし、牧師になろうって決めて、会社を向いて牧師になることをしたんですね。終わります。ついにほら、あなた方の体を神に受け入れられる、清い生き出さないものとして捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝、本当の礼拝です。ずっと言ってたら、ね、ついに本当の礼拝者、真の礼拝者、神を捧げますってことになったんですね。ずっと言ってたからなんですよ、教会に。だから、行動の礼拝にずっと参加するってことはね、何でもないようなことなんだよ。とても大事なことでね、ついに真の礼拝者になる。名ばかりでも本物になりますよ、ずっと言ってれば。私のような名ばかりでもずっと言ってると、ついに真の礼拝者になりますね。自分を捧げるようになるんですね。捧げた結果、私は牧師になりました。よし、牧師になろうって決めてね。でもね、捧げた結果牧師にならない人もいますね。ずっと信徒として主に仕えていくんですね。わかります？信徒として、会社員として、学校の先生として、でも立派なクリスチャンですよ。毎週礼拝行きますね。でも捧げてるの。おじとおばがそうでしたね。信徒でしたけどね、ボイスガールスカウトやって200人くらい子供来てるって言いましたけど、もう本当に、おじとおばの伝統というのはね、牧師に長でしたよ。だからね、その効果って言いますか、すごかったですね。わかります？これ、おじとおばはもうとっても豊かな生活をしてたんです。シンガポールで貿易してました、おじはね。とてもお金があったんです。でも子供いないの。そこでおばはしょっちゅう、私たち福島県の郡山では私の家に来るんです。子供いっぱいいますからね。西宮に住んで、芦屋族なんですけど、金持ちでね、とにかくなんか買ってくれるんですよ、私たち。だからね、みのり一緒に行こうって言ったら、ね、買ってくれる、行くって、一緒に行くでしょ。ただ、パーマネントかけてですね、ハイヒール履いてるんですよ。当時戦争中でね、
今は非常時、節約時代、パーマネントは要しましょうっていう合言葉があったんですよ。で、子供たちに林立てるんですよ、おば見るとね。だって郡山市でハイヒール履いてパーマネントなんてあんまりいなかった時代ですからね。だから、なんか買ってくれるために店に行くんだけども、並んでいかないんですよ。ね、店の端っこ行くんだと、おばと入らないとね、店で一緒になるんだけど、まあ、まあ、そういうのでね、そういうおじとおばでした。西宮族ですね、芦屋族の金持ちでしたね。まあ、クリスチャンだったんですけど、でもね、敗戦で全てを失ったんですね。シンガポールと貿易やってましたけど、全てを失ったでしょ。それでね、結局ね、どうなったかというと、宣教師の手伝いをするようになったんですよ。二人とも献身したんですね。身を捧げますって言ってね、身を捧げますって言って言ったんだけども、神道伝道者ですね。わかります。それでね、いろいろおじの手腕でね、会社にも行ってたんだけど、ついにね、彼は献身して、おじとおばは二人ともね、献身して宣教師を手伝うことにしたんですよ。この世の商売するよりもね。それで宣教師の手伝いをするようになって、ボイスかガラスかやって隊員が全部来るんですから。で、おばはよく訪問するんですよね、よく訪問するの、宣教師の奥さんと一緒にね、宣教職人と訪問します。時間たっぷりありますからね。わかります。ですが、信徒献身者って言いますかね、牧師ではないんですけども、その身は牧師以上でしたね。まあ、特にあのおばの信仰が素晴らしくてね、私はおばんとこ行って軽クリスチャンになりましたね。私の妹2人いまして、下の妹はね、やはり私と同じように三重県の釣り遊びに行って、おばに寄ってクリスチャンになって、献身しても女性牧師ですら。わかります。だからおばによって救われたんです、私たちはね。おじとおばのその熱心なクリスチャンの伝道によって救われたんですよ。それでね、おばはついに乳がんになったんですけどね、それでね、手術することになったんですよ。その頃はがんって言わない時代ね、がん告知しない時代なんですよ。わかります。それでね、手術するでしょう。その時うるさいんだって、普通の人、本当にがんじゃないんですかとかね、がんならがんってはっきり言ってくださいとかね、うるさいんだって普通の人は。でも、ところがおばはどうでした、クリスチャンでしょ。そこでね、いよいよ手術っていう時にね、もう医者看護その他いっぱい並んでるわけでしょ。静かに、ではよろしくお願いしますって言っただけなんですね。その姿見てね、看護の人が教会に来始めてクリスチャンになったんですよ。おばのその姿を見て、ただよろしくお願いします。実は言っただけなんですよ、おばは。ね。それでクリスチャンになって、一人の看護がね、教会に来始めてね。皆さん、そういうのでね、おばはね、本当にその信仰の姿は、泳ぎもあんでしたね。朝起きたらね、おばは必ずもう聖書読んで祈ってるんですよ。で、夜寝る前ね、また聖書読んでまた寝るんですよ。私、居候しましたから、あ、クリスチャンで2回祈るなんて分かった。朝祈るね。それから夜祈る。分かったんですよ。で、私、生かりでしょ。で、生かりっていうのはね、結構つらいものなんですよ。ね、礼拝時は何でもないですよ、生かりでもね。次聞いてればいいんだから。ところがね、おばが熱心なクリスチャンで、お前、祈祷会をもう出なさいって言うんですよ。あれ、一番嫌なんだけど、名ばかりにとって、祈祷会っていうのはね、で、丸く座るんですよ。わかります。それで、一人でずっと祈って、アメン、アメン、アメンってこう言うわけですな。で、私の隣まで来るでしょ。私、祈ったことがないんでね、祈れないんですよ。で、黙ってますから、もう、針のむしろですね。で、ポンと飛んでいくんですね。もう、奥山君は名ばかりだって、もう、まざまざと分かるのはね、その祈祷会なんて、嫌なんだよね。分かります。でも、私はね、実は祈ってたんですよ。どう祈りしたかっていうと、ね、神様は僕に本当の信仰を与えてください。イエス様によって、アメン。こんな短い祈りですよ。
要は本音の祈りが聞かれる祈りなんですね。分かるか、これ本音なんですよ。自分は名ばかりだってよく分かってますからね。ね。おばの真似したんです。朝起きたら祈ってでしょ、おば。夜寝れば祈るでしょ。ああ、クリスチャンって2回祈るんだって分かってね。朝起きたら祈ります。神様、僕に本当の信仰を与えてください。そう思って、アメン。これ10秒もかからない祈りですね。でも本音の祈りなんですよ。はい。祈りって何ですか？はい、ピリピ人への手紙。ピリピ人への手紙。4章6節を読みますね。ピリピ人への手紙。ピリピ人への手紙、4章6節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。もう一回読みますよ。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。神様、これは私の願いですという本音の祈りですね。本音の祈りが聞かれる祈りなんですか。神様、こうしてください。これ本音ですね。わかります？ビーセク並べたらダメですよ。ね。本音でこうしてくださいって祈り、聞かれる祈り、これ誰でもできるんです。わかります？こうしてほしいなと思うと、あなたは神様にそう祈るんです。私はね、本物が欲しくなったんですね。自分は名ばかりだって分かってますから、おうちおばあを見てね、ああ本物っていいなと思ってね、朝起きたら一言祈るんですね。神様、僕に本当の信仰を与えてください。そう言ってアメン。夜で寝る前もあったら祈るんです。さあ、僕に本当の信仰を与えてください。それだって。アメン。でしょ？これ本音の祈りですよ。短くてもね。そう聞かれたんですよ。ついにね。だからさっき言ったように、夜道歩きながら十字架思い出して、いつも信じます。身を捧げますってこうなったわけでしょ？皆さん、本音の祈りが聞かれる祈りですな。で、こういうわけでね、おばの祈りの姿を見て、あ、クリスチャンって2回祈るんだ、朝と夜って分かったんですね。おばはそういう人でした、ね、祈りの人でね。まあとにかくね、おばは次がんになったでしょ。それでね、手術成功してね、退院したんですね。それでいろんなことあってね、ついに全て終わって福島県の郡山に帰ったんです。私の父がね、途中売ったり買ったりしてたんですけども、あの郡山市の隣西側に菊田村ってありまして、お菓子一つ買ったんですね、何の気なし。それでね、農家買い出し持ってきてね、建てたんですよ。お金で空き家ですね、何の気なしですよ。それでお金拾って、妹で引っ越してきてね、牛作ったんですね。で、お金2つに家が並んだわけね。で、こっち空いてますから、おじとおばが全て終わって、ここ帰ってきたんですね。菊田村、空いてるとのが分かって、ちょっと交渉してね。それで、家賃払わないで、いていいよってことになってね、それで、いることになったでしょ。おばはすぐにね、土曜学校でやるんですよ。三池の鶴も土曜学校やって、私の家内はその土曜学校行って救われたんですね。私の家内は、おばの。で、おば必ず土曜学校。前に話したように、野村姉妹は光の子会っていい名前つけて土曜日やってましたね。2時からね。と同じように、おばは土曜学校って言って必ずやるんですよ。三池の鶴もやりましたから、ね。郡山に来たでしょ。北村でやったんですよ。北村で初めてのキリスト教の集会です、それは。土曜学校ですけどね。で、近所の子を20人くらい集めてね、それで賛美歌を教えて、イエスも教えるんです。で、大きな子を日曜日教会に連れていくっていう、いつもの伝道パターンですね。おばの始まった菊田村で、わかります？で、私の妹は隣に住んでるんですよ。妹2人もおりまして、下の妹はおばのところに遊びに行って、ついに救われてクリスチャンになりました。さっきで上の妹ですね。上の妹はね、おじとおばが来たんですけども、土曜学校始めたでしょ。女の子2人おりましてね、ね、お前ら行きなさいって、こう子供たちやらせるんですよ。おばさんが土曜学校やってるからね、トレーナーの家で行かせるわけですね。
でも妹は絶対クリスチャンにならないと決めてるんですよ。妹はね、絶対クリスチャンにならないと決めてるんですよ。で、この妹はお酒好きでね、後で分かったんですけども、私の弟もお酒が好きなんだけど、うちはよろずやったってでしょ。酒でも卵でも味噌でも醤油でも何でも売ってるよろずやだったんですね。そしてね、だから酒があるんですよ。わかります？で、小学校の時からね、弟と妹、この妹は二人でね、よく夜中にね、台所行って酒飲んでたって言うて、小学校の頃からですよ。いや、笑っちゃいましたけどね、私の弟と この妹は、二人でね、よく夜ね、台所行って、酒、その、売ってる酒ね、二人で飲んでたって言うんだから、もうどうにもなんないですね、小学校の頃からですよ。で、そういう妹ですからね、クリスチャンと酒やめなくちゃならないって、百も承知でね、絶対クリスチャンにならないって決めてるんですよ。それでね、ね、おば伝道するわけ。もう、おば伝道熱心ですからね、イエス様の十字架を話して、だからね、お前も救われるからね、イエス様の十字架かかったでしょ。あれは人間の罪の責任を全部背負って神様の刑罰を見返り受けたのよ。だからね、あなたのイエスを信じなさい。そしたら罪許されて天国に行って福音を伝えるわけですね。で、妹はね、なる気全然ありませんからね。それでね、子供は電話をやるけど自分はならないと決めてるんですよ。ところがまでがんが再発したんですね。で、病床に住みになったでしょ。妹、隣に置くから手伝いに行くことないですよ。隣ですからね、いくらなんでも。行くとね、ベッドからおばは伝道するんですね。イエスは信じましょうね。でも、もう、おはたからって言ってね、手伝いすぐ帰ってしまうんですね。分かってるよ、とか言ってね。信じないんですよ。ところがね、妹が、ある日行ったら、もう医者はね、もう何日かでしょうっていうような状態だったんですけれども、妹と言ったらね、かの泣くような声でね、こう言ったんです。お願いだから信じてちょうだい。ぐっと妹の手を握ってね、お願いだから信じてちょうだい。そう、妹はね、逃げようとしたんだけど、ぐっと捕まえてね、やっぱり、バーって腕振りほどいて逃げたんですね。それはおばの人生の最後の言葉だったんですよ。お願いだから信じてちょうだい。人生の最後の言葉ですよ。その後昏睡状態に陥りましてね、もう医者は言いました。これはね、がんですが最後にものすごい苦しみが来て、まあそれで終わりでございましょうって言ったんだけど、何も苦しみこれで手に返ってきましたね。でも最後の言葉はお願いだから信じてちょうだい。さすがの妹もね、おばさんってどんな人だろうと考えて、最後の聖母で私のことを考えてくれた。それについに妹は教会に行ったんですね。それをおば行ってる教会、木田先生っていう東京から来た立派な牧師さんのいる教会でね、木田先生が優しい道でついに妹も救われました。救われた妹は本当に違うような立派なクリスチャンになりましてね、おばが集めてた20人の子供を自分が今度引き受けて教えるようになりましたね。おばは最後まで人生伝道した。素晴らしい信徒伝道者でした。皆さん、こういうわけで信徒でも伝道できます。真の恋愛者は献身した一人一人ですね。ずっと教会行ってください。必ず真の恋愛者になります。で、人を救う見事な器になっていきます。お祈りしましょう。天の父よ、真の霊者になりなさいと聖書を詰めておりますが、ついには一人一人のクリスチャンたちが自分自身を神に捧げて、こんなものですけどお持ちくださいという一人一人になりますように、そのためにもこのテレビをお持ちくださるように、またイエス様を信じたい一人一人はイエス様の十字架によって罪許されますから、このイエス様を信じ受け入れて見事な天国の人生になりますように、そのためにもこのテレビをお持ちくださるように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。では来週またお会いしましょう。